超簡単お手軽なそのキャンプ飯というかホットサンドメーカーでちょっと焼くだけというね、食パンとミートソースね。食パンこれでもちょっと一人だと量が多いな。でもパンを乗っけて、あとはこれ焼いていくだけですね。火加減見ながら焼いていけばいい。じっくり焼いた方がいいな。急にあの強火で焼いたら焦げてしまうので、焼けてねえな、焼けてないですね。表面を焦がさずに中を加熱して、ホットサンドメーカーちょっとなんかかさばるというかね、長さがあるのでバイクではどうやろうなって感じやけど、クッカーの面積やっぱりこれぐらい取るのでね、それと比べるとちょっと長くはなりますが、面積としてはそんなに変わらないです。あとはこれ自体があの鍋フライパンとして使えるので、鶏肉とか焼くのであればこれを分割して、これ分割して使いますね。お、いい感じになってる。これもういいんじゃないのかな。よし、めっちゃいい感じにできてるやん。できました。ソースをちょっと入れすぎたのでこう溢れてますけど、めっちゃいい感じ。あの香りはね、ピザマンの香りですね。うまい。キャンプとかでやるんであれば、前の晩にあのパスタ作って、だからパスタソースちょっと残しといて、で翌朝この食パンでこれやるって感じがちょうどいいかもね。さすがに晩飯がこれだとちょっと虚しすぎるけど、ね、朝昼兼用で食べるにはちょうどいいメニューですね。あとはこれあのカレーでも代用できるからね。レトルトカレーでもカレーパンが作れますね。じゃあ2品目ね。2品目はこのカレーパンをそのまま食べてもいいんだけど、そのままだとちょっと虚しいというわけで、カレーパンをホットサンドで焼いていく。どうなるかね。ホットカレーパン、ちょっと弱火にしようか。焦がさないようにした。どう、焦げたかな。やばいか。あー、焦げてしまった。まあでもいけるか、ギリでいけるな。コロッケみたいになってますね。なんかジューって言ってるけど、コロッケっぽいですね。あっちゃ、すげえ油がすごい。コロッケやねこれ。でもなんかコロッケみたいな匂いがしますね。揚げ物の匂いが強調されてすごい。めちゃめちゃ熱いからこれやばいな。食パン焼いたのと比べるとめちゃめちゃ熱い。あっちいよこれ。中割ってみますか。っていうかもう中割ってもね、あのおー、来た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 来ました。あっち、おお、いい感じちゃうこれ。まあでも安いカレーパンなんで、カレーのルーの部分が少ないですね。でも安いカレーパンを美味しく食うにはやっぱこっちの方がいいかもな。うん、衣がサクサクしてカレー温まってるからちょっとうまいですね。なんか揚げたて感ある。これは成功かも。カレーパンうめえな、これ。これうめえ。今日はコーヒーですね。まあこんな感じで、あの、ミートソースパンとカレーパンのこのホットサンドバサミ、どちらもうまかったけど、
手軽さで言えばカレーパンの方ですかね。カレーパンの方がやっぱりただこう挟んで焼くだけっていうね。